はい、青春秘密基地アーバです。今回はこちら、無版権ブート物パチ物、まあこういった感じの、ね、ジャンルの方を今回ね紹介していくんですけれども、いわゆるね偽物と言われているものなんですけれども、自分かなりこの辺のジャンル大好きなんですよ。まあ結構ねブート感があってチープ感があって怪しくてなんかがっかり残念だったりと、本当にね愛くるしいキャラクターが本当に多いので自分好きなんですけれども、その辺ね自分はね個人なりにね、まあ、時間をかけて集めたものなんですけれども、なかなかねこういったねパチモノやブートモノ見つけることも難しいですし、購入するのも難しいんですけれども、自分もね長くにわたってコレクションをしている間、さまざまね特にねアジアの方なんですけれども、アジアに行ってね実際海外で買ったものもあれば、リサイクル店やそういったねレトロ玩具店で買ったようなものもあるんですけれども、こちらね集めてみました。ちょっとね端から紹介していこうと思うんですけれども、まずはねやはりねスペシャルな、もう本当にねこれぞねパチモノのパチモノの究極のパチなんじゃないかと思っている、自分がね最もね気に入っているパチモノ、こちらの方から紹介していくんですけれども、こちら見てください。本当にねどれもね怪しげな感じがね漂っているんですけれども、この中でも群を抜いて怪しいのはこちらですね。こちらものすごい個人的に気に入ってます。見てください、このクオリティ。これはダイラガーなんですけれども、こちらポリでできてるんですよ。ポリでできていて結構ねサイズ感も大きいんですけれども、どうですかねこの微妙にねなんかこの成形色も違うんですよ。そういったところもそうですし、この大ぶりなディテール、もう何もなんかねメーカーとかも一切刻印ないです。で塗装の方もそれなりになぜか銀色でねちゃちゃっと吹き付けられているんですけれども、何が可愛いってこの顔もねどこかねなんか間抜けな顔してますよね。これねひょとんとした顔してるんですけれども、なんとこの足見てください。この足だけが、まあ、まともな車と言いますか、なんですかねこれバンみたいな、これだけいかにもねなんか違うものを取ってつけたみたいな感じなんですけれども、多分、まあ、僕が推測するによってこのね車、この車は車でもともと販売されていた何かねこうチープな文字だったんじゃないかなと思うんですけども、それを利用者、これダイラガーの足になるんじゃねみたいな感じで、もしかしたらこれがねたくさんねもう余っていたから、これを足にして上のポリでねボディを作ってしまえみたいな逆転の発想なんじゃないかなと思ってね、ちょっとそういったね想像するのも面白いので、こういったブートもの好きなんですけれども、こちらはねなんと珍しいメキシコ産です。メキシコ産の、メキシコ産といいますか、こちらで京都の一方堂さんで購入したんですけれども、本当にね一方堂さんこうやってね変わったものも売っているので本当好きなお店なんですけれども、一方堂さんの方で購入したんですけれども、カズさんの方からね詳しいねこのね購入というかね入手経路のねエピソードなんかもお聞きしたんですけれども、メキシコの観光客の方がおもむろにカバンからこれを持ち出してカズさんに向かって、これをお前にあげるから何か日本のおもちゃをくれ、交換してくれといった感じでどうもねオファーがあったらしくて、まさか海外かこれをね大事に持ってきてそこまで言うならといった感じで交換してあげたこちらのダイラガー、たまたま自分がいた時にあったんですけども、一目惚れの一発即金購入4800円だったのをしっかり覚えています。ただねこの手のこのクオリティのねやっぱりねブートもの本当なかなか見ないです。ここまでブートって逆に本当にね自分は初めて見て、これ以上のクオリティの、まあ、クオリティと言いますかねロークオリティのブートものやパチモノ見たことないんですよね。なんでこれねとびっきり気に入っています。自分の青春秘密基地内のおもちゃの中でもかなりね指折り数えるほどね気に入ってると言ってもいいんじゃないかなと思います。なんでこれかなり思い入れがあります。こういったねこういったところからブートものやパチモノ無版権ものハマっていかれる方ね多いんじゃないかなと思います。なのでこちらもね絶対手放したくないおもちゃの方になっています。まあ、こういったらねちょっと結構今日時間かかっちゃうかもしれないです。いろいろ話したくなっちゃうんで、で次に紹介するのが日本のブートもの行きましょうかね。こちらですね、こちら日本のブートものかというとちょっとわからないんですけれども、こちらグレートマジンガーですよね。どう見てもグレートマジンガーなんだけど、微妙にねこの辺のねディテールとこのなんかデビルマンっぽいようなウィングだったり、まあ何もねこう刻印がされていないんですよ。でね裏面はね一切ね塗装されておらず、正面から見た時だけにねちょっとね塗装がね施されているんですけれども、これ割とポピュラーなねブートものと言われたらパチモノですよね。なんかね日本のものはパチモノって呼んであげたいし、逆に海外のねアメリカのものとかねブートものって呼びたいし、アジアの中華系玩具は無版権ものと呼びたいし、皆さんねどう呼び方区別されてるか分かんないんですけれども、自分はなんとなくそんな感覚があります。なのでこちら日本っぽい感じ、まあメイドインジャパンのパチモノかちょっと分かんないんですけれども、一応ね
こちらでパチモノとね呼んでいるんですけれども、見てください、この無塗装感とこの顔もやっぱりね適当な作りですよね。こういったものも好きで、これでね不備関係の、まあ、パチモノというものもかなり出ていて、まあ、現在結構このパチモノ関係もだんだんね値段が高騰してきているんじゃないかなと。自分が買った時まだまだ本当にね、まあ、偽物なんで、もう1000円2000円で買って、まあ、1000円ぐらいだったと思うんですけど買ったものなんですけれども、こういったものもね自分で好きでね集めています。なので一応自分の中のくくりでは、日本のものはパチモノ、無版系ものはアジア中華系ガム、海外のアメリカとかそういったところのものはブート系、ブートものといった感じで、ね、ちょっとね呼んでいきたいかなと。まあ、これがね自分のチャンネルから発信して、まあポピュラーな呼び方になってくれたらいいのかなとはちょっと思っています。でこちらねグレートマジンガーに行ったので、こちら中華系ですよね。こちら中華系のグレートマジンガーなので、まあ無版系ものと呼ばれているんですけれども、まあハングル文字なのでね、ハングル文字だったり、まあ中国のね漢字系だったようなものは中華系玩具とも呼ばれているんですけれども、こちらねフリーマーケットの方でね、こちら確か1500円2000円ぐらいで買ったんですけれども、このね箱絵がやっぱりね完全にブート感ありますよね。側面の方にはこういったねラインナップの方もグレートマジンガーから、まあねこんな感じゴッドシグマまでといったかね、結構ねいろんなラインナップがこうエントリーされていて、裏面には作り方が書いてあります。ちょっと中の方見ていきましょう。中はもうこれちょっと作られちゃってるんですけども、シールの方はまだ貼られていないんですけども、こんな感じですね。肝心なブレーンコントロールが何もないという感じで、そういったところもなんか抜けてていいですね。肝心なブレーンコントロールないんかいといった感じなんですけども、まあこれはフリーマーケット、中野のフリーマーケットでね、この中華系玩具を出してくださってる方のところから2000円で購入しました。で中華系玩具で行くところだと、今度ここですね、この辺り、この辺はねガンプラですよね。300円のキューキットのガンプラのブートなので、こちらも中野のフリーマーケットでこちら1500円と1500円で購入しています。でまずねこちらから見ていきますね。こちら王道のね300円の当時のガンダムのガンプラなんですけども、側面のラインナップ見てください。これだけ立ち物が存在しているということだと思うんですけれども、どれも集めたいですよね。やっぱりね中身の方は、まあ、日本のねバンダイさんのキットの方をそのままね型を使っているんですけども、成型色の黄色と赤といった感じでね、個性的な成型色を使いながら、ステッカーの方を見てください。こんな感じのねどこに貼るのかなみたいな感じのステッカーがついています。で組み立てのこちら説明書の方も簡単な紙なんですけれども、こちらもね多分バンダイさんのものをうまくねレイアウトだけ変えてね使っているのかなといった感じになっています。こういったものをやっぱねブートもの好きなんですけれども、実際ねオリジナルものとちょっと比べてみましょう。こちらがオリジナルですね。こちらがオリジナルの、まあこちらバンザイマークのねちょっとね旧キットの中でも古いものなんですけれども、こちらとまあ箱のサイズ感はねもう一緒ですね。そういう点ではこんな感じ、ちょっと一回り違いますね。同じで一回りちょっと違うんですけれども、まあ箱絵の感じが全く違うのと、ただ中のねキット自体はまあ一緒といった感じで、これで古いねブートものなんかは大好きで、こうやってオリジナルと比べてみるのもね非常にね楽しくて、この違いとかね、やはりお国柄とクオリティの違いが出るので、非常にそういったところもねブートやパチモノ無版権のやはり魅力になっているんじゃないかなと思います。で次こちらですよね。こちらニューガンダムなんですけれども、こちらこそ結構ねすごいんですよ。このクオリティがもうめちゃくちゃ低いんですよ。これも組み立てると、これまだね組み立ててないんですけれども、この辺のクオリティの低さですよね。でこちらは先ほどのガンダムに比べて、このねキットのこの何ていうんですかね、型自体もこのねブートものパチモノ専用で作られているといった感じの、こちらプラモデルの方になるので、この金型からね作られているというところもね結構本格的なパチモノで、このファンネルなんかこれ1枚ですからね、この2枚をね普通貼り合わせるです、このねファンネルがやって、もう裏表でもう1個でパチ組みで終わってしまうという感じの、しかもこれもね全部一緒にくっついてますからね、ファンネルも。そういった組み立てやすさはあるんですけれども、そういったねこうむちゃくちゃなキットの感じもやっぱりねこうブートだけのことはあって、オリジナルのキットの方がやっぱテンション上がりますよね。先ほどのものは、まあ、バンダイさんのねそのままのね金型の方を使われていたんですけれども、こちらの方はキット自体もオリジナルといった感じで組み上がると、こんな感じの立ち物感かなり満載で、箱絵の方も先ほどと
ちょっとねテイストの方は似てるのかなといった感じで、まあこの辺どちらもねハングル文字なので韓国かなんかで作られていたんじゃないかなと思うんですけれども、この辺はね韓国製といった感じなので無版権玩具と言ってもいいんじゃないかなと思います。でこんな感じでガンダム系で来ているので、次がこちら行きましょうかね。こちらの方はマレーシアで買ってきたんですけれども、この手のねお菓子付きのおまけ付き玩具みたいなものはコンビニ程度で売ってるので、これは結構ね海外に行っても割と買いやすいですよね。こちらはコンビニでね自分もね見つけて購入してきたんですけれども、この上についてるおまけのおもちゃがウルトラマン系だったり仮面ライダーっぽかったりドラえもんっぽかったり、いろいろな種類本当にたくさんありました。個人的にちょっとガンダムっぽいなというものが自分好きだったので、これちょっと似てないですよね。このね角のあたりとかこの辺の感じとか、まあ、この足回りとかかなりガンダムの方をねこうオマージュしていると言いますか、まあ、ブートまでいかない、偽物までいかないけどかなり意識してますよね。これでねチープ玩具も好きなので、こちらマレーシアで買ったんですけども、マレーシアとかまあそうやってねアジアなんかに行くとこういったねチープ玩具のおまけ付きのおもちゃのねこうクオリティなんかもかなり低いんですけれども、いいんです、この腕の裏見てください、腕の裏がもう全部こう抜けちゃってるっていうんですかね、一切こうなんかもうそのまんまプラスチックのまんまといった感じで、まあそういったところもねクオリティの低さが好きで、まあこのままね未開封の状態をとっているんですけれども、こちらは、ね、自分がね直接買ってきたものになります。でマレーシアで買ってきたというと、そのつながりでねこちらですね、こちらミニ四駆ですね。自分ミニ四駆はそんなに詳しくないので、ちょっとねこちらが何かのオマージュだと思うんですけれども、何かのオマージュのミニ四駆で、こちら何とも言えないんですよね。この感じラインナップもこうやってしっかりねいろんなバージョンあるんですけども、これも多分ねタミヤさんが出してる何かの鉢物で、見てください、ゴーキーっていうメーカーで、いかにもタミヤの感じをね意識してますよね。このタミヤの感じを意識したゴーキー製で、一応2009年となってますね。でこちらの方はもう組み立ててあるんですけれども、こちら自分が購入式で自分で組み立てたので、組み立てた時の動画なんかも上がっているので、ぜひねよろしかったら見てみてください。とんでもないことになってますから、もうなんかこう熱が生じてめっちゃ熱くなったという、組み立てて電池を入れてみたらなんかショートしてたみたいな感じなんですけども、このタイヤの幅やばくないですよ。このタイヤのホイールに対してのこのタイヤの幅がね、もうどう考えても合ってないですよね。で結局これ組み立ててもろくに走らないといった感じだったんですけれども、まあよくわかんないですよね。合金製 TRF みたいな、なんかこうね、その名前もなんかよくわかんないんですけども、組み立て方も箱裏にあります。こちら合金の、こちら確かマレーシアでね、なんか100円とか150円とか多分それぐらいの価格で、もうマレーシアでも売れ残っている状態でした。でマレーシア系に一つこちら行きますかね。マレーシアでこちら結構大物なんですけれども、見てください、こちらジャストアイス、ジャストエースとかじゃないです、ジャストアイス、なぜかジャストアイスファイターとなっているんですけれども、見てください、この顔、このスーパーマンのこの顔の表情見てください、これとてもヒーローと呼べないですよね。でこのスパイダーマン胸のこう雲見てください、ダブルで雲がこう胸に、結構なんかダークな感じしますよね、顔つきも。でこれキャプテンアメリカらしきやつはもうこれザコキャラですよ、どう見ても釣り上がった目。でバットマンに、これなんだっけ、これアイアンマンみたいな感じですかね、ちょっと分かりにくいんですけども、なんか足が萌え萌えパターンがついていたり、まあ、バットマンは一緒にマントなんかもついているんですけども、こちらのね写真自体はねまともな感じしてるんですね。めちゃめちゃ箱絵自体はそういうパターンも結構ありますよね。箱絵のクオリティも、まあ、この辺は実写を使っているんだけど、ここで急にクオリティの低いキャラクターの絵柄になっていたりと、まあこちらもねマレーシアの方で自分でね購入してきたんですけれども、こちらマレーシアの、まあ、いわゆるね街のおもちゃ屋さんみたいなところで、まあ、安くね売っていたんですけれども、裏面はこんな感じですね。これもかなり無版権ものなんだと思うんですけれども、まあ無版権ものですよ、どう見てもね。ただねこちらの写真なんかはどっかのね流用されてきているのかなといった感じで、まあその辺がやっぱり緩いのかなといった印象を受けました。ただねこの顔のねこのねブート感も、まあ、かなり満載で可愛らしいですよね。なので、ね、こちらもねマレーシアで購入してきたんですけれども、結構気に入っています。まあ飾りやすいですよね、これねブリスターに入っているそういった系のものがねもう一つあるので、それがこちらですね。こちらの2つですね。こちらの方はスーパーパワーズと入っているんですけども、まあ、バットマンとロビンの2種類なんですけれども、こちらも
このね箱絵が可愛いんですよ。箱絵がかなりアメコミがねポップな感じなんですけども、一応この辺のねバットマンのマークとかスーパーマンのマークとかスパイダーマンのマークとか一応塗りつぶしてるんですよね。そういったところもちょっとね無判件ながらもちょっと配慮してるのかなと。この配慮だけで何が変わるのかなって、どう見てももうブートものなんですけども、ちょっとねその辺のね良心的な後ろめたさですね、メーカー側の後ろめたさがこの箱のね後ろにねちょっと現れているんですけども、こちらの方は千葉のブックオフさんの方で確か1個3500円で購入したんですけども、このブリスターにも入っていますし、なおかつこのスパイダーマンとスーパーマンもきっとあったと思うんですよ。バットマンとロビン今回ねその時それしかなかったのでこれしか購入できてなかったんですけども、もしねスーパーマンとスパイダーマン持ってらっしゃる方がいたらねぜひねご一報ください。欲しいです、欲しいと言うけど、せめてね写真でもいいから見てみたいです、どのクオリティなのか。この辺もかなりクオリティで割とブートものに対してはね割とそこそこいいクオリティなんじゃないかなと感じています。で次にこれゲームいきますかね。こちらのゲームの方なんですけれども、ベトナムの方で購入してきたんですけれども、まあこういったところでね何かこうパワーレンジャー的な、これ何レンジャーなんだろう、これ多分日本の何かレンジャーですよね。何かレンジャーってこれ何なんだろう、ちょっとそこまで自分詳しくないんですけども、それがね描かれている、まあ、テトリスができるゲームなんですけれども、まあこういったプリント一つあるだけでちょっとねキャラクターもの好きとしましちゃいますね。これプリントなかったりこういうキャラクターなかったら当然買わないんですけれども、こちらがいくらなんだろう、とにかくそんなに高くなかったと思います。チープなまあおもちゃのゲーム機なんですけれども、まあこんな感じでいろんな種類がねどうも出てたらしいんですけれども、これ見るとねプリントが違うんですよ、同じ形でも。こういったプリントを流行りもののプリントをして売りさばこうといった感じがね見え隠れしているのも、そういったところも面白いですよね。なのでこちらはベトナムのねホーチミンに行った時に購入してきました。でベトナムつながりでいくと、こちらのエビセンですね。別にこのエビセンがパチモノかどうかっていうのはよくわからないんですけれども、いかにもカッパエビセンですよね。カッパエビセンでこのね花見ってよくわからない言葉がね日本の言葉が用いられていると、これやっぱ缶が可愛いじゃないですか。別にこれ何かねこのお菓子が食べたくて購入したんじゃけど、この缶が欲しくて買ってきました。でこちらねエビセンのね中にねぎっしり入っていたんですけれども、さすがにもうエビセンの匂いしなくなったんですけれど、当時は結構エビ臭かったですね。かなりエビ臭くて洗ってもねなかなか取れなかったんですけれども、さすがにねもうねエビの臭さはないんですけれども、こういったね缶だけでも可愛いのでディスプレイしとくだけでもねなんか絵になるんじゃないかなと思って、もしね、まあ、今ちょっとなかなか海外行けないんですけれども、海外に行かれた際には自分でこれでブート缶を探したり、こうやってパチモノだってこのね缶とかねそういった系も今日本なかなか缶を使ってお菓子とか売らないじゃないですか。どうしてもねこうリサイクルだとかエコのことを考えて袋だったり紙だったりになっちゃうんですけども、この缶でね未だに売っているというのもやっぱりねアジアならではなんじゃないかなと思って、そういったね文化の違いやそういったやはりねお国柄でこうかなり日本っぽい、これなんて書いてある、花見って書いてあるんですけども、こっちは多分何もっていうか、これベトナム語ですよね、ベトナム語で書いてあるんですけども、こういったものもねおもちゃではないんですけれども集めてみるのも楽しいんじゃないかなと思います。でそういう流れになってくるとこちらですよね、こちらボンドなんですけども、こちらマレーシアで買ったんですけども、 KK マートみたいな確かねコンビニみたいなのがあるんですよ、なんかサークル系っぽいような感じの、そこのね KK マートで、まあこれもねまあ箱買いジャケ買いと言ってもいいと思うんですけども、このね昔のねなんかこう図鑑に載っているこの象さんみたいなね、この絵柄がどうも力強い、まあ接着剤がよく効くぞというイメージなのかな、そのイメージだけでこの荒々しい象がね描かれていて、なんかこれ可愛くないですかね、かっこよくないですかね。そう思ってこちらはまあブートものというわけではないんですけれども、海外に行ったねこういったものもね日常雑貨なんですけれども、まあ日本では見かけないようなもので可愛らしいものがあればね自分は購入するようにしています。で次がこちら行きましょうかね。こちらは一応ねレゴブロックの、まあ、ブートモノパチモノ、これがどこで作られているかちょっとわかんないんですけれども、これドラゴンボールの悟空だったり、こちらゴジラですよね、これアニメ版のゴジラなの、ゴジラも結構クリアな感じが好きでね結構ダイナミックですね。こういったものレゴでは出てないですし、このガンダムを見てください、結構クオリティ悲惨な感じですよね。この色もなんか縁取りがくどいし、顔もなんかおかしいし、
あとこのシャーザク、これもちょっともうちょっと赤くていいんじゃないのって感じなんですけれども、これねレゴ系のブートものといった感じで、こちらは確かね中野ブロードウェイの個人のねあとフリマボックスみたいなところで購入したんですけれども、まあ可愛らしいと言いますかブート感と、まあ一番ねこうねクリアなゴジラが好きで買ったんですけど、1個じゃ寂しいなと思って、まあ、好きなキャラクターの方を選んだんですけども、この他にもねいろいろねこういった系のブートもののレゴ系の方もその場ではね発売されていました。で次はこちら、よいしょ、わあこれ見てください、ニューファッションアクセサリー、ニューファッションアクセサリーっていうね、このどうですかねメタリックといいますか派手なこのヘッダーに対してあるのはこちらですね。こちらまあまあ全てついている状態なんですけれども、こちらグレートマジン、グレートマジンガーの価値も結構何気に多いですよね、うちね。これグレートマジンガーのまあアクセサリーといいますかペンダントトップがついているんですけど、この色合いがこれ結構ねヤマトとかウルトラマンとかありましたよね昔ね、なんか懐かしいですね。こういったものもねまあ日本で売られていたものなんですけれども、まあ、完全なるこれも多分無版権だと思うんですね。ダイナミックプロとか何も書いてないので、まあ、無版権ものの、まあ、駄菓子屋さんとかねそういったところで売られていたものだと思うんですけれども、まあ無版権ですよね。であとはこちらはフィリピンで購入してきた、まあ、ドラゴンボールのパチモノ系、これねパチモノ系にもいろんな種類があって、これ見てください、このドラゴンボールの絵柄自体は完全にねアニメ版のドラゴンボールそのままそっくり使ってますよね、どう見てもそのままそっくり使っているにもかかわらずこの低クオリティみたいな感じで、まあその辺もやっぱ憎めないですよね。これは結構ね独特の感じがしていて、まあ、動画でもね何度か紹介はしているんですけれども、このベジータですよね、ベジータだと思うんですけれども、この青い髪の毛のベジータみたいな感じで体は全く関係ないボディを使っているといって、顔だけやっぱり何か入れ替えているんだと思うんですよ。このボディのプラスチックの成形と顔の成形のクオリティと質感が全然違うので、多分ねボディを何かもう売れなくなったおもちゃに顔だけ入れ替えて箱だけ入れて売ろうといったようなね、そういった推測ができるのもまたね楽しいですよね。なのでこういった箱がきっちりね完全なるドラゴンボールでありながら中身が全く関係ないといったものもあるんですけれども、こちらもフィリピンの方でこれいくらですかね、フィリピンの方で結構安かったと思います。フィリピンのドン・キホーテ的なところでもうかなり売れ残って、奥の方からホコリをかぶってホリホリして買ってきたといった感じで、やはりもう現地の人はもう相手にしないようなおもちゃだったんですけれども、それをあえて買ってきちゃいます。はい、で最後こちらビッグジョーですね。こちらの方もやはり動画でね以前ねこちらのビッグジョーとオリジナルの GI ジョー全然比べて比較動画なんかも上げているので、あまり詳しくねこちらの方で紹介しないんですけれども、メイドインこちらジャパンなんです、メイドインジャパンのビッグジョーといった感じで、箱絵の方もねやはりねブート感ありますよね。で日本でもねこういったねまあこちら GI ジョーとまでは書いていないので、ただどう考えても先ほどの GI ジョーをねオマージュしているんですけども、まあ、ブートものかというと何とも言えないビッグジョー、まあ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 案件的にどうなんだろうっていうのはグレーな意思ではあるんですけども、そんな感じのおもちゃになっています。こういった感じ今回結構ね長い動画になっていると思うんですけども、このブートものパチものこれからまだまだね熱くなってくるんじゃないかなと思うんですよ。なので本当に自分好きなジャンルであるんですけども、まあ結構昔の頃はやはりねこうやってねブートもののおもちゃ関係、例えばアメコミ系のキャラクターだったりガンダム超合金とかさまざまなコレクターさんが、まあ、ある程度集め切った方がねもう集めるものがないとまではいかないんだけど、一周回った人たちが結構こういったブータものにね手を出して集め始めるといったような印象があったんですけども、自分はまだまだね一周なんてしてないんですけれども、浅く広く集めているのでまだまだこの各ジャンルね全然極めてもいないんですけれども、まあつまみ食いというわけじゃないんですけども、好きでやっぱねこうブータもの、まあ、パチもの無関係もの買っているんですけども、どうですかね今回ね皆さんの前で紹介してみたんですけれども、改めて見てみてねこう結構ね惹かれるものがあるななんて方はね、ぜひねこれからはねまたねこうやってブートものとか無関係ものみたいなものにもちょっとね目を向けながら、まあ、コレクションしていくというのもね楽しいんじゃないかなと思います。先ほどのようにこうやってオリジナルのものとね見比べてみるのもいいですし、ブートならではのねこのなんかこうクオリティの低さとか愛くるしいところとかそういったところを自分なりに探して、まあ、愛着を持っていけるのもいいんじゃないかなと思います。
で最後にスペシャルな無版権ものを紹介するんですけど、こちらですね、こちら見てください。アルタニアスのポピーの超合金をまあコピーしたといったようなものなんですけれども、かなり大ぶりで大掛かりで、まあこの辺のねキャラクターなんか、これはどうもねガンダムのなんかキャラクターらしいんですけれども、まあこちらもねちょっと前にね動画の方で紹介したこともあるので、あえてそこまでね詳しく紹介はしないんですけれども、こういったブルトものもありますからね、これかなりでかいです。でかくてちょっと中の方はもうちょっとディスプレイしちゃっているので、開けては見るんですけれども、こんな感じで、まあ完全にこう綺麗にねパックに入って、まあデッドストックに弾なんかも全部ついているんですけれども、この状態でフリマで6000円で買いました。これはかなりね、その時ね6000円だったので結構迷ったんです、買うか、まあ、買わないか。一周こうフリーマーケットを回ってきて、まだ残っていたら買おうみたいな、即買いじゃなかったんですよ。いや6000円かブートモノでって思いながら結構渋ってて、でもね今思えばこちらのブートモノは相当レアものだと思っていて、まあ個人的に思うにこちら今現在日本で買ったらまあ30万円でつけてもいいんじゃないかな、個人的に思ってます。本当にそれぐらい最近無版権ものとか勝ち物に関しての評価も上がってきていて、やはりねこういったもの海外行ってないと手に入れにくいということと、日本になかなか流通していないということもあって、本当に貴重だと思います。でこのタイプのものというものは自分はそのフリマで買った時以来どこのお店でも一度も見たことないので、本当にコレクターさんからすればかなり貴重なものになってくるんじゃないかなと思います。で中の超合金自体もかなりクオリティが高いので、そういった面ではやはりねこちら、まあ、自分がね売るなら30万でも売りたくないですよね。実際これがマンダラクさんとかで30万で並んでいても自分は不思議に思わないですね。それぐらい本当にまあ鉢物とかブート物に関しての価値が上がってきているということと、これ自体のクオリティといいますか、この絵柄とかもそうですし、ダイナミックな感じがやはり日本にはねない感じがしていて、非常にブート感を代表する的なものでこの大きさですから、そういったものはなかなか貴重になってきているんじゃないかなと思います。もしねこういったブートもの持ってらっしゃる方がいたら、改めてねこう広げてみて眺めてみるのもいいんじゃないかなと思います。またねこういったことも込みでね、海外旅行またねできるようになった時にはね、こういう古いものや日本ではなかなか買えないものですよね。自分なんか海外に行ってこの他にね瓶のジュースなんかもね、かなりの種類、まあアジアを中心とした瓶のジュースも集めていて、そういったものもねかなり持ち込んで自分なりに集めています。そういったものも楽しみになってくるので、おもちゃだけに限らず自分がビビッときたもの、海外じゃなかなか買えないようなものを探してね買い漁るというのもね海外の楽しみになってくるんじゃないかなと思います。今回ねブートものに関していろいろ本当にお話しさせていただいたんですけども、皆さんねいろいろ考えがあるかと思います。あくまでもオリジナルにこだわる方はオリジナルにこだわるでしょうし、まあ逆にブートもの大好きという方もいると思うんですけれども、まあ日本にもね昭和の頃は昔結構ブートものたくさんありましたよね。まあ代表されるのはコスモスさんが作っていたロッチのねビックリマンなんかは、まあそちらはそちらでまた自分動画の方を上げているんですけれども、まあそういったパチモノ関係の、まあ、子供の時代にこう当時はねロッチなんか持ってバカにされるようなねおもちゃではあったんですけれども、現在はね下手するとオリジナルのものよりもねロッチさんの方が高価で取引されているというような逆転のねこう価値観みたいなものも見出されているので、本当にね時代がね流れるにつれて物の価値というものは変動してくるというものもね面白いんじゃないかなと思います。といった感じで今回は文書物、無関係物、物の、まあ、こちらアジアを中心とするおもちゃの方をレビューしてみました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。